日はねゲストに来ていただいているんですけどもね、はいはい、お名前は滝沢イシスと申します。すごいね、イシスちゃん。よろしくお願いします。寿司ちゃんね。寿司、寿司ちゃん、あ、寿司ちゃん、そう、お寿司ちゃんって呼ばれてて、普段ペちゃんはね、刺身、この前刺身ちゃんって呼んでた。確かに刺身って呼んでる。世界観についていけない。だってイシスちゃんはなんか、え、外国の人？父親がスペイン人で、うん、母親が日本人で、あ、じゃあもう、あの、ハーフ。そうそうそう、ハーフで。でもなんかハーフって最近言うとあかんらしいな。ダブルって言うの？ダブルって言うの？ダブルって言うの？ミックスもあかんやろ、なんか。ダメなの？ミックスはええの？ミックスはいいと思う。なんでハーフがあかんの？なんか多分半分みたいな感じなんじゃない？なんかそのイメージが。あ、そういうこと。スペインとかね、育ったことは全くない。なくて、でも。行ったこともない。行ったことある。行ったことあるやん。うん。じゃあスペイン語は？いや読むぐらい。英語で喋んなきゃいけなかったから喋ってたんだけど、インターンに行ってたんで、うん、で途中日本の学校移ってきて、そこからもうハイパー日本人になった。イシスちゃんって、まあ、他のね時に一緒にご一緒したことあって、うん、めちゃくちゃ話おもろくて、ね、カメラ回ってない時にねずっとピヤピヤハハとか喋りながらね、そうそうそう、逆断することになって、そう、でそれがすごいおもろい子やから、うん、なんか呼んでみてんけど、うんうん、このチャンネルにな、うんうん、結局普通にいつも喋ってる方がおもろい、うん、企画がおもんないとかそういうことじゃなくて普通に喋りたいっていう感じなの。あ、なるほどね。そうそうそう、なんか日本に住むミックスとミックスじゃない人の違いみたいな、そういうな、もうしょうもないもう取り尽くされたような動画も撮るのがいいかなと思って。え、いいと思う。今日本当に申し訳ないことをして。え、そう。え、どうしたん？え、寝坊したじゃん。うん、寝坊したね。ねえ、寝坊1時間ぐらいね。そうなの、ごめんなさい。なんかマジ死んでて、うん、満身創痍で。何満身創痍って。え、なんかね、錬金中なのよ今。あ、そう。で、何の仕事してんの？私ね、キャスターとかリポーターとか、まあ、MC とかであちこちにね、なんか競輪とかのね、あ、そうそうそう、キャスターじゃないけど、あ、そうなんです、ね、うん、やってるよね。そうよね。そう、釣りも趣味やしな、釣りはね、あとスパゲーもやるしな、やる、何でもやるよな、んと、はい、何のタオルなんだろう。え、このね、胡椒優作、競輪のね、胡椒、ほんまに、え、何、胡椒、これね、去年ね、グランプリって1億円もらえるレースがあるんだけど、そこを優勝した大阪の胡椒。だから全然感じ、結構質のいい。いいでしょ？これ気持ちいいタオルやで。気持ちいいでしょ？今日寝坊してきて、うんうん、さんみたいに巻いてたね。そう。今巻いてきたんだよ。これ気持ちよくて。宣伝してんのこれ？いや、そういうこと。いや、確かに、あの、岸田。こんなん俺に持たせてさ。確かに岸田のね、岸田競輪でキャスターはやってるんだけど、なくて。確かにやってるよ。確かにやってるけど、違うの。これ、この質感が良くて。絶対宣伝よ。で、ほんと髪に巻いてきたの今日。あ、ほんま。ちょっともう一回巻いてもらおう。どんな感じで巻いてきたの？あの、大好きだよって感じで巻いてきた。頑張ってくれてありがとうね。それだから意識で。あ、でも巻いたら可愛い。めっちゃ良くない？ファッションとありそうじゃん、これ。そう、全然違うの。これ髪濡れてて、今日なんか何もしなくて。遅刻してきて、だっけ洗って、濡れた状態でここに来たってこと。そう、で、化粧もしないで、今ちょっとだけしたけど、みたいな。これで来たのよ、今日。いや、普段ね、そんな寝坊とかないの。なのに、とんでもない寝坊したから、人生終わると思った。人生の縮図についてテーマ。え、そんな難しいテーマ話す？ちょっと逆に聞きたいんだけど、人生の縮図は何やと思う？私ね、でもいろんなところにあると思うのよ。うん、私が思うの。私。私ね、思うんだけど、まあ、競輪もそうなのよ。競輪も人生の縮図って言われてて、人間関係だとか、まあ、勝ち負けもそうだし、長い目で見た自分の人生、自分の立ち位置とか、うんうん、すごいそういうものが凝縮されてるの。だからね、あると思う。みんな趣味の業界ってそれぞれのね、人間の汚いとこ、綺麗なとこ、いろいろこうあると思う。全然内容ないよ。でも言ったら今内容なかったよね。あれ話せばね、長くなるなと思って。いいお話してるぞ、聞きたい。ちゃんと芸人の人生の縮図って話する？、うん、まあ、19歳ぐらいから、まあ、長い方60代ぐらいまで走られるの。あ、そんな走れる？そうなの。高齢者でも何できる？すごいな、全然違うやん。19からね、60代。そう、すごい間が。まあでもさ、あの、筋肉も大事やけど、結局なんか機材もあるからな。そう、機材と肉体の融合みたいなね、うん、そうそう、あとはなんかそのやっぱりそれぞれみんな、そうなの、テクニックなの。若い選手は前で風を切って、その後ろの選手はまあブロックしたりとかしてね、前でかけてくれる選手を守ったりして、うん、でその後ろにいる人は、この人があちこちにこう横にね、自転車を振るから、もう帰ってくるスペースを守ってあげたりとか、うん、なんかそれぞれの役割を
分担してやるのが経営なんだ。だから人によってまず役割も違うし、う自分なり の, その今自分にとって一番いいポジションを見つけて、そうなのそうなの、流れていくのが人生なのではないかと。持ちつ持たれつじゃないんだけど、もちろん自分の人生だから自分が主役なんだけど、うん、自分ができることって何かなって考えた時に立ち位置って変わってくるじゃない、うんうん、みたいな、うんうん、ことがすごい経営だとめちゃめちゃ顕著に出る。なるほどね。役割分担とか、うん、年齢とかね、同じ県の先輩で普段一緒に練習してる先輩だったりしたら、あ、この方だったらもう前で頑張ります、逆に言えば後ろのこの先輩だったらしっかりブロックしてくれるし、だから信頼してますみたいな。なるほどな。そう、最終的にはもちろん個人戦で誰が勝てるかなんだけど、途中まで、まあ、2000m ぐらい走るのよ、うん、長いのよ 2000m か。そうか、疲れてなのや。最後の方はどんなに若者でも人間が一生懸命全力で走れる距離最低限決まってて、もちろん人によってね、幅はあるんだけど、だからそこで競うのではなくて、そこに行くまでにその心理戦、他のチームというかラインのメンバーもそうやってお互いのね、あの人間関係とかがあったりとかしながら自分の役割を、まあ、全うしていくのが経緯ね、って感じ。そっか。アリちゃんはどう思う？自分の人生の縮図って何やと思う？人生の縮図全然考えたことない。考えることもなさそうやな、もう。いや、なんか人生のことって考えるとちょっと怖くなったりして。人生の縮図これちゃう？ちょっと足上げてみ。なんで？足上げてみて。この靴下ちゃう？こうやって分けるような靴下一個一個分けることによって値段は上がるけど足が健康になるっていうね。あ、まあ、やっぱり金かけたらかけた分だけいいものと巡り合って幸福度が増す。これが資本主義の社会における人生の縮図なんじゃない？縮図ってそのどういう意味なの？人生とはっていう。あ、そうそうそう、人生とは、うん、そうよ。もう生まれてしまったからもう生きるしかないんだなっていう風に考えてる自分。自分結構そこは冷たくて、何のために生きてるっていうのは、まあ、人間多分さ、その何かのために生きてるっていう風に考えないと多分頑張って生きられないから、うんうん、なんか作ってる無理やり、何かのために生きてるんだ、私たち運命のためにとか、その何かのために、うん、何のためにとかっていうのはないと思ってる。そう、生まれちゃったからもう仕方ないよね。でも俺もちょっと近いかも。本当、うん、俺は人生の縮図は砂粒の一粒と思って。ああ、まあなんか、うんうん、言いたいことわかる。宇宙って実は宇宙の空間あるやんか、うん、この中にじゃあ地球とか星とか、うん、アリちゃんとかいろいろ物体があるやん。もっと細かく言ったら元素、原子みたいなのが出て、その物体、星とか物とか何でもいいんだけど、それを全部ギューッと人集めにしたら、うん、宇宙の大きさに対してもうほとんどもう気になっちゃうよね。そう、要は地球、宇宙のサイズを地球にしたら、物体とか物のその割合って砂粒一粒ないって、そのぐらい宇宙って何もない、空っぽ。だから私ね、うん、マジで分かる。なの、私たちなんてもう何なの、地理でもない、もう何の、もう雑魚我々が雑魚、もうだって滅びようが滅びまいが発展しようが何だろうが、いるもいないも変わんないの。そのぐらいもうただの宇宙の塵やから、うん、アレちゃんと同じで、そのもう別に塵としてもう、なんかその自分がいかにその最後死ぬまでいかに気持ちいいことできるか、自分に対して。でもずっと毎日同じ、ずっと、いや違う、そっちが気持ちいいじゃないって。まあ、前からオナニーして酒飲んでセックスやと、もうちょっとでな犯罪行為を言いそうになる。地球規模で見た時の人間って本当に塵にもならないような存在だと思うんだけど、でもそんな塵にもならない存在に親がいて、兄弟がいて、友達がいて、でもそちらもみんな塵やで。そちらも塵にもなってない。でもその塵にもなってない人たちにそれぞれに意思があるんでしょ。そう、だからそれが私どっちかっていうとそっちかもな。すごく知りなりに何ができるのっていう方かも。俺思うねんけど、その知りって意思あるけど、みんな実は意思ひっついとんちゃうかなと思って。結局大きな意思があんねん。クラウドみたいな。そう、クラウドみたいになっとって、で我々はその中の一つのこうデータみたいなもんで、結局みんなの意思というか、だから結局大きな意思は変わらへんみたいな。あ、でも集合意識っていう言葉があるみたいな、ね、記憶が、うん、意識はあるけど、その記憶があるから個人っていう認識だけど、うん、自分の今までの記憶消しちゃったらもう私じゃなくなっちゃうからね。でもそうかもね。で、そういう感じなんじゃない。だから意識はもう全く一緒で、あとは一人一人の記憶が個人のなんか性格形成とかね、に何かなっていうふうに思っちゃってる。いろいろ世の中に考えるよね。宇宙って何やろうな。最近分かったよ、宇宙の
宇宙の仕組み。あんた、これが分かった。それすごくない？宇宙の果てみたいなのが分かっちゃった。球の逆。球の逆。球の逆 6？ 違う違う。球体あるやん。ああ。それの逆の物体が宇宙なんやと思う。あ、こういうことね。わかんないけど。そう。こういうことね。こういうこと。こういうことね。だから、結局、ずーっと宇宙まっすぐ行ったら、多分いつかこっから来んねん。戻ってきちゃうってことね。っていう意味で無限やねん。あ、だから、インフィニティ。戻ってくるね。そう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 。結局戻ってくるね。Q とは違うねん。Q ってなると、その外側の果てが強いから。脳みそのさ、Q の逆。つかへんねん。この Q の後ろ側の部分ね。の部分やねん。だから、こう。こういう感じ。こういう感じで。私たちからしたら Q ってこの3次元の Q しか考えられへんねんけど、その一つ一つのこうなってる中にも、さらに Q の裏側がいっぱいある。多分うちらのさ、この脳みそでは無限っていうことを理解できないから、から無限って言われる。これ何？何の回？これ。何しずちゃんを読んでこう、ね、宇宙の果てをさ、話してんのこれ。一個ね、違うの。ツイッターでね、なんか雑学のさ、アカウントとかあるでしょ、うん、なんだっけ哲学。ちなみに、インスタ裏垢持ってんねやろ。あれ、インスタ、なんかさっき話聞いとったら、私インスタの裏垢持ってんねん。ちょっと知りたい。どんな裏垢。え、赤楚よこせ。赤楚よこせ。赤楚くんが好きな。いや、なんかかっこいいなと思って。赤楚よこせっていいなと思って。なんか、あ、響き的に赤楚よこせ。赤楚よこせ。ちょうどなんかドラマあったでしょ、彼女は綺麗だったっていう。うんうん、長島健人さんと小芝風花ちゃんのやつを見て、赤楚がかっこいいと思った。赤楚はってさん付けながらいきなり赤楚って呼び捨てやん。もう意味わからへん。赤楚さん見てもかっこいいなと思って、で、その衝動で赤楚よこせアカウントを作ったの。ほんで、もう人気な。アカウントなんそれ。なんかフォロワー3人。フォロワーも3人。あの、フォロワーも3人。じゃあされるで、これで。で、鍵役だから、あの、申請してもらっても。お断りする。お断りしちゃう。で、その雑学のアカウントもあるんや。あ、そうそう。で、それ。めっちゃアカウント持ってるやん。それ私じゃないんだけど、よく回ってくるの、リツイートで。だからね、1次元、2次元、3次元みたいな。ああ、4次元。1次元は点やろ。点でしょ。で、2次元は紙みたいな、こう、面。そう、あの、線か。線の世界。線。で、3次元が立体。4次元がそこに時間が流れる。そうそうそう。5次元は？ 5 次元はちょっと私たちにはまだわからない。書いてあったのよ。1次元、2次元、3次元、4次元。5次元とかって何？なんかでもな、そのな、なんか、その、球の裏側っていう説明をまたちょっと違うねん。なんか、感じる感じ。わかる？わかる。もう、ちょっと待って、なんかさ、座れてるやん。なんか座れてる。いや、ちょっと待って、乗ってる音楽。そうそう、そういう感じやねん。理解難しいね。ついてるけ。1次元点、2次元面、3次元空間、4次元時間、5次元多宇宙、6次元瞬間移動、7次元時間移動、8次元真空、9次元絶対温度、10次元虚数の世界、11次元揺らぎ。あ、だから揺らぎやん。揺らぎ。揺らぎをもう感じた。ちょっと待って、4からさ、飛んで11まで飛んで。11次元も。違う。11次元。11次元。もう逆にね、もうこうだから。こうだから。白目向いて。そうしたらさ、あんたがベッドでね、寝そうで。これみんな分かった。11次元を理解したね。揺らぎを理解したのね。でもこれを真に受けてね、3万人もいいねしてね。そうね、3万3千人いいねしてるわよ、うん、大変よ。そっか、集めてんだよ、ね、やばいやばい。見ないでよちょっと。そう。